こんにちは、三蔵です。今回は使ってはいけないお坊さんの呼び方についてお話したいと思います。もし喪主のように身内として葬儀の準備をしないといけない立場になった時に、あれ、どうやってお坊さんのことを呼べばよいのだっけと思う人は少なくないと思います。葬儀の経験がないとお坊さんの呼び名は普通覚えたりしないですよね。そして呼び名も一つだけではないのです。まあ安心してください。僧侶である私が分かりやすくお話しします。また絶対に使ってほしくないこともお話しますので、しっかり最後まで見ていてくださいね。今回はなぜお坊さんには呼び方があるのか、どんな種類があるのか、そして使ってほしくない呼び方についても解説していこうと思います。では早速いきましょう。お坊さんは仏教において仏様の教えを体得する大切な存在です。そのために同じ仏教の中でも宗派によってさまざまな呼び方が存在しています。まず法事法要でお世話になるであろう自分の宗派におけるお坊さんの呼び名を把握しておくことが重要です。なお仏教には戒律と呼ばれるお坊さんが守るべき決まり事がありますが、浄土真宗にはこの戒律という考え方がありません。さまざまな宗派でお坊さんを意味する和尚さんという言葉には戒律を授けるものという意味が含まれています。そのため戒律が存在しない浄土真宗では和尚という言葉を使わない点に注意しておきましょう。またお坊さんの呼び方には宗派による違いの他にも地域によって呼び方が異なる場合があります。同じ漢字を使用していても方言による訛などで読み方が異なるケースもあるので、事前によく確認しておくことが重要です。お坊さんの呼び方はまず宗派ごとに違いを把握しておくのが分かりやすいでしょう。お坊さんの別称として馴染み深い和尚さんですが、この呼び方を用いている宗派は浄土宗、臨済宗、曹洞宗など多岐にわたります。天台宗でも和尚さんという呼び方を使うことがありますが、同じ和尚という漢字で和尚と読む方が一般的です。真言宗では和尚と書いても和尚と読み、地域によっては和尚という字を当てることもあります。和尚以外の呼び方では浄土真宗で用いられる陰下、御陰や日蓮宗が使用している聖人などが挙げられます。浄土真宗には戒律の概念がないので、戒律を授ける僧侶を指す和尚という呼び方は使われず、寺院の人間という意味で陰下や御陰というような呼び方が使用されます。日蓮宗の聖人という呼び名には学問と徳を兼ね備えた僧侶であるという意味があり、聖人という字が当てられるケースもあることを覚えておきましょう。宗派や地域以外でもお坊さん本人の役職や位によっても呼び方が異なる場合があります。より丁寧な呼び方になるので覚えておいて損はないと言えるでしょう。お寺に住み込んで管理業務を行うご住職は一つのお寺に一人しかいません。お寺という宗教法人の代表役員とイメージすると分かりやすいのではないでしょうか。お寺の代表者という意味では院主という呼び方も用いられることがあります。なお女性の僧侶を尼と呼び、尼が住んでいるお寺は尼寺と呼ばれます。尼の住職は安住という呼び名があることも覚えておきましょう。特に優れた高僧は国から称号が授けられることがあり、その称号を大師と言います。大師の称号を授かった歴史的に有名な僧侶としては真言宗の開祖である空海、弘法大師が挙げられるでしょう。なお空海の他にもさまざまな宗派の開祖が大師の称号を国から授けられています。宗派を開くということはそれほどに大きな功績なのです。優れた僧侶の呼び方としては私のチャンネル名でも三蔵というものも挙げられます。
三蔵の三は教律論という仏教の中の大切な教えを指しており、三蔵はこれらに優れた僧侶のことです。また優れた高僧だけではなく、まだまだ未熟な僧侶にも呼び名が与えられています。修行中のお坊さんは数僧や小僧などと呼ばれることも心に留めておきましょう。お寺には本山と末寺の2種類があり、末寺は本山に所属するという形式が取られています。そのため本山の代表者となる住職には別の呼び名が与えられているのです。本山に勤める住職の呼び方は宗派によって異なります。日本国内で門徒数の多い浄土宗、浄土真宗では法師や門主、門主という呼び名が用いられています。律宗では末寺の住職を和上と呼び、本山に勤める住職の呼び方は長老です。同じ密教の流れを組み、平安時代に栄えた仏教として並べられることの多い天台宗と真言宗では、本山の住職を座主と呼びます。曹洞宗と日蓮宗では貫主という呼び名が使用されていますが、貫主はもともと律令制度における戸籍である貫籍の筆頭者を示すものでした。そこから転じて寺院の筆頭者を意味する言葉になったと言われています。これらの他にも宗派によっては別当や三図といった呼び方が使用されることもあるので、覚えておくと安心です。最後に使ってはいけない呼び名についてです。お坊さんの呼び方には適切な言葉がある一方で、失礼に当たってしまう呼び名も存在しています。法事法要は個人を供養するための行事なので、無用なトラブルは極力避けたいところです。 NG ワードとも言うべき呼び方を把握しておきましょう。例えばお坊さんという呼び方は第三者同士での会話などでは用いられますが、面と向かって僧侶を呼称する際にはぶっきらぼうに聞こえてしまい適していません。坊主、坊さんなどは乱暴な印象すら与えてしまうので、対面での使用は避けましょう。またご住職という呼び方も直接会って呼ぶには適していません。ご住職一人で管理しているお寺であれば問題ありませんが、多くの寺院ではご住職の他にも所属している修行僧や高僧を法事法要に派遣することがあります。行事にいらっしゃってくれたお坊さんがご住職であるとは限らないのです。あらかじめご住職がいらっしゃってくれることが分かっていれば正しい呼び方にもなりますが、なるべく使わない方が無難だと言えるでしょう。多くの宗派で使用されている和尚さんという呼び方も直接会ってお坊さんを呼ぶには適していないことを覚えておきましょう。日本国内で最も門徒が多いのは浄土真宗ですが、この浄土真宗では戒律が存在しないため和尚という呼び方はしません。特に自分の宗派がよく分かっていないケースでは和尚さんと呼んでしまうと失礼に当たってしまう可能性が高いので注意しましょう。また同じ和尚という漢字でも読み方が異なる場合も多いので、間違いやすく、やはり使用は避ける方が無難です。はい、いかがでしたでしょうか。僧侶の呼び名についてお話しさせていただきました。今の話を聞いて少しややこしいと感じた方もいらっしゃると思います。そんな時に役立つ無難なお坊さんの呼び方を一つお伝えします。それは何々寺様という呼び方です。お坊さんの階級や地域によって違いもないので、困った時には派遣元のお寺の名前を確認してみましょう。また僧侶様という呼び方も無難に使えるものの一つです。僧侶はお坊さん全体のことを指し示しているので、この呼び方もお坊さんの階級に関わらず使用できるので覚えておきましょう。また近年ではお坊様という呼び方も広まってきています。少し砕けたニュアンスの呼び方なので書面などではあまり適してはいませんが、口頭で用いる分にはおおむね問題ありません。ぜひ活用してみてください。今回の動画が少しでも役に立ったという方はぜひチャンネル登録と評価ボタンを
していただきたいです。私が監修しているマーコロ完結葬でも葬儀はもちろん僧侶の手配も行っています。今回のお話の内容を活用していただけるシーンがあればぜひご活用くださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。